桶狭間の戦いで義元を破った信長は盟友の家康や長政の協力を得て上洛を果たし、その半島を拡大した。さらに信長の台頭を嫌う足利将軍家を京より追放、盛況を誇る武田や上杉にも勝利し、天下に王手をかける。信長は最後の障壁となる毛利家との対決を控え、本能寺にて援軍編成の指揮を執っていた。そんな折、驚くべき報がもたらされる。新本能寺の変。信長様、敵が攻めてまいりました。ほう、誰ぞ謀反でも起こしたか。いえ、それが敵勢を率いているのは今川義元、武田信玄、上杉謙信とのことです。どういうこと？皆もうこの世の人ではないわ。信玄、謙信、義元が黄泉から舞い戻ってこの信長を滅ぼさんとするか、是非に及ばずだ。亡者どもを返り討ちにせねばならん。弥助、急ぎ十兵衛に使いを出せ。はは面白いことになったわね。乱世の断り、壊し尽くそうぞ。本能寺を完全に包囲、総大将自らこちらに向かっています。義元、信玄、謙信、死してなおこの信長の前に立ちはだかるか。尾張のうつけに天下など釣り合わぬわ。真の覇者が誰か思い出させてやらねばの。この信玄率いる武田こそ最強。逃がせん。格下の織田ごときに天下は渡せぬが、今日の都に正しきを打ち立てんがため、清き上杉が不浄なる織田を払わん。案ずるな、貴重。亡者相手の戦でお前を死なせたりはせぬ。案じてなどいないわ。あなたの強さを信じているもの。まずはこれでよい。次の手に備えん。失せるがいい。情けはかけぬ。敵に情けはかけぬ。悔しいが、ここまでか。あなたの輝き、何よりまばゆい。押しつけ。何人も止められぬと知る。ここは引くほかあるまい。何人も止められぬと知る。おお、命にも所望か。どうした。格
の違いを知るのはこれからよ。かけろ。純米ぬか。愚か者め。うせるがいい。情けはかけぬ。敵に情けはかけぬ。かなう相手ではなかったか。信長様、お見事です。何人も止められぬと知る。敵将討ち取ったり。悔しいが、ここまでか。イノシシ武者に世の首は取れぬぞ。何人も止められぬと知る。久々の戦は応えるの。しばし休むぞ。失せるがいい。この戦、夢かうつつか、俺が見定めて。侵入はなったな。吉本様のお下知に従い、この寺を制圧し、信長を討つのだ。敵の思い通りにはさせないわ。橋の手前で押しとどめましょう。さて、戦はどう思う。俺はしばしここで眺めさせてもらう。燃え尽きるがいい。拙者と鉢合わせるとは不運であったな。急げ。情けはかけぬ。今川勢に続け。車輪に突き進み、織田勢を蹂躙せよ。開門。急げ。急げ。次々と。このままではいずれ押し負けそうですね。急げ。逃がせ。この状況は一体信長大事ないか。我らも加勢する。開門。何をしておるか。この役立たずめが。うぬら、それでも今川の将か。苛立っているようだ。見せるがいい。かつての吉本はもっと堂々としていたと思うけれど。寺の守りを固めておく。敵の動きを抑え、押し返す。ようやく十兵衛が来た。小勢で動いては危うい。援軍と合流するぞ。殿、我らのみでこの大軍と戦うは下策。まずは信長様と合流すべきかと。ああ、信長も同じことを考えているはず。急ぎ向かうとしよう。敗北条件変更。光秀が来てくれたのね。これであの人も力を発揮できるわ。なんだか知らねえが、親父は俺が守る。敵に情けはかけぬ。かなう相手ではなかったか。あなたの輝き、何よりまばゆい。父上、ご無事ですか。あんた、
この敵はどういうことだ。開門。弱き者より払うのが我が戦の情報。あの者らを討ち取るぞ。持ちこたえてくれた。この明智十兵衛光秀が来たからには。長い、さっさと切り抜けるぞ。よし、いざ参る。信忠様が危うい。お支えせねば。信忠様に続け、信長様をお救いするのだ。飛んで火にいる夏の虫、あの者らを先に撃ってやれ。我は無双、すべてを壊し尽くす魔王よ。弓兵を出せ。寺の中央を抑えて矢の雨を降らせよ。見せるがいい。情けはかけぬ。敵将討ち取ったり。かなう相手ではなかったか。侵略することを火のごとし、他に細かい策などいらぬ。攻めに攻めよう。逃がさん。敵の勢い未だ衰えぬ。ここが正念場よ。押し返せ。上杉の清き戦を汚されたわ。弱い者を真っ先に狙うとは、常に聖堂を掲げる上杉の戦とも思えないな。信長の行く道を邪魔するなら王者であろうと切り伏せるのみ。十兵衛がたけっておるわ。ならば俺も奮起せねばなるまい。味方の足を引っ張ることになろうとは。任せておけ。ここからは必ずや父上のお役に立たねば。情けはかけ。やつらしつこく化け続けておるが、王者がよみがえるはずもない。だとすれば何者に食われる。承知承知承知。必ず暴いてくれようぞ。敵将討ち取ったり。聞かせていただこう。失せるがいい。情けはかけぬ。敵に情けはかけぬ。意地は見せたわ。もうよかろう。この信長に王者の刃は通用せぬわ。信長様、お見事です。敵将切り伏せた。フルはなんだか。敵を押し返したか。みんなよくやった。攻めきれぬか。ならば動かざること山のごとしだ。受けてばかりでは埒が明かん。王政に転じよ。大将を討ち取るのだ。うつけの分際でこの義元を討とうてが、笑わせるでないわ。開門。まだ吉本を気取ってるみたいだけど、やっぱりどこか違うわね。誰なのかしら。直に戦えば奴らの正体も明らかになろう。
全て壊そう。何人も正しきを滅することはあたわず。立ててくるの。任せておける。消えてはまた現れるとは。この世のものではないのか。織田勢が翻弄されている今が好機。炎に巻かれて死ぬがいい。燃え尽きるがいい。火の手が逃がせん。他にも敵が潜んでいたようね。このやり口、どこぞの忍びの仕業であろうな。これぞ正しきの神髄。これは死なん。故に最強なのだ。待つ。よ、目につく敵を手当たり次第か。今はとにかく味方の救援を急がねば。信長様、ご無事でございますかな。久秀、返事を聞きつけまかり越しましたぞ。かの亡者どもは忍びが幻をまとった姿、術を操る者を始末すれば片付きましょう。おう、久秀、大義である。任せておけ。術を操る者を討ち取り、この茶番を終わらせようぞ。忍びが相手なら俺の出番だ。仲間を使って術を操るやつを探ってみるよ。助けに来て助けられるとは情けなし。さらに奮起せねば。武士どもに矢を撃つことなどできる。何度やっても同じことを。忍びはあそこだ。見つかっては仕方ない。帰り討ちにしてやる。我は無双、全てを壊し尽くす魔王よ。壊し尽くす。術の具合がおかしいの。さては見破られたか。奴らの術が弱まったようだ。今なら打ち取れるかもしれん。すべて壊そう。出ろ。楽しめたかよ。つけやろう。忍びを撃てば術は解ける。
任せておけ。見つかったか。近寄るな。最強の座、危うしだな。なさけはかけ。なかなきこと、次のことしだ。なさけはかけ。になってやろう。何人も止められぬと知る。これでは正しき術を使えぬ。お見事な手並み。あとは亡者に化けていた忍びを撃つだけでございますな。正しきなんざ知るかっての。茶番は終わったか。奴らが本物であればさすがに分が悪かったであろうが。信長、楽しんでもらえたかい。やはりお前の仕業か。桃地三代、吉本、信玄、剣心、彼ら傑物たちをもてあそんだ報い受けてもらおう。勝利条件変更。今川武田上杉に。そのこいつは武士の道理を押し付けるバカ野郎どもだった。信長、貴様も同じだ。だからこの俺が全部ぶち壊してやろうってんだよ。己の道理を押し付けているのはお前とて同じではないのか。さんだ、これは単なる座興に過ぎねえ。次はもっと大掛かりだぜ。楽しみにしてな。まだ何かあるのか。急ぎ体制を整えねばなるまい。奴がどう出ようと次で必ず決着をつけてやる。申し上げます。備中に遠征中の羽柴殿より急死、至急援軍を送られたしとのことです。敵は毛利か。主力は毛利とのことですが、敵本陣には足利の門が翻っているとか。義明か。今日追われた後
毛利を頼ったとは聞いていたが、足利将軍家の再興を大義に掲げて毛利が上洛戦を始めたというわけか。まさか桃地が言っていた大掛かりな戦とはこのことでは。とすれば秀吉だけではどうにもなるまい。十兵衛、動ける兵をまとめておけ。わかった、出立を急ごう。